皆様こんばんは、この、界隈ご通行中の都民の皆さんもどうぞ今これから新たな東京都のこの中心の方選ばなければならないというところで、一体誰がいいのか、誰を選ばなければならないのかという、そういった、ことに関して演説を行っておりますので、お時間のある方はどうぞ足を止めて、耳を傾けていただけたらと思うんです。今この東京都が直面している最大の課題は、やはり脱原発というよりも、近い将来おそらく到来するであろうと予測される直下型地震から、いかに都民の生命財産を守るか、あるいは人としてのこの機能を守るか、そういったこと以外にありません。もうたびたび他の方々からも話は出ておりますけれども、こういった防災都市づくり、災害に打ち勝つことのできる町づくり、こういったものはですね、本当に着手しなければならない。そしてこういったことは誰もがそれは必要だと言っている。しかし誰もがそういったことを率先して行えるかというと、話は全然違うわけなんですね。やれる人とやれない人がいる、得意な人と必ずしもそうでない人がいる。こういった差によって守られる人の命の数も大きく変わってきてしまうわけなんです。ですから私たちはそのことを真剣に考えなければならないとき、今新しい東京のリーダーになるぞと表明されている方が何方もいらっしゃいます。そういった方々の顔を皆さん思い浮かべてほしいんです。あの方この方いろいろいらっしゃいます。本当にこの施設でいいのだろうか、そのように考えていきますと、やはり行き着くところは鴨上敏夫さんしかいらっしゃらないだろうと、そう思うわけなんであります。それはなぜかといえば、一つはかつて航空自衛隊4万人将兵のトップを務められた方だからであります。航空幕僚長として、しかも歴代の航空幕僚長の中でも傑出した司令官と呼ばれていたのが鴨上敏夫さんであります。じゃあ航空自衛隊とは何なのか、それを考えますに、今この平和な日本という国を、この平和安定、こういうものはなぜ守られるかというと、守っている人々がいるから、命をかけて守っている仕事をしている人々がいるからであります。それはどういう人かというと、警察であり消防であり、そして陸海空の自衛隊であります。で、中でも最もこの危険と常に隣り合わせと思われるのは、まあ、どの職種もそうなんですけれども、やはりその一つは航空自衛隊ではないかと。つまり自らの身をもって国民の生命財産を守るぞという、そういう強い意志で我が身も危険も顧みず日夜働いてくれているのが航空自衛隊であります。そしてそのトップを務められたのが鴨上敏夫さんです。こうしかもこの航空自衛隊というのは世界に冠たる、世界にも世界各国にも空軍はありますけれども、中でもこの航空自衛隊の技能といい、この指揮といい、秩序といい、こういうものは大変高い評価を受けている。そのトップでいらっしゃった鴨上敏夫さんであれば、この航空自衛隊を束ねて引っ張ってきた鴨上さんであれば、東京都という巨大組織、この危機管理、東京都の危機管理を行う能力というのは、これは東京都を引っ張っていくこの統率力ですね、指揮する力ですね、それイコールであるわけですけども、まさにこれから来るかもしれない大災害を乗り越えるためには、乗り越えるために東京都民を束ねて、これそういったものを立ち向かっていくには、
鴨上敏夫さんのような能力のある方でなければ困るんではないでしょうか。政治家、いろいろな方がいらっしゃいます。危機管理の専門家の方もいらっしゃいます。こういった災害問題の専門家の政治家もいらっしゃいます。しかし本当にその人たちがこの東京都のリーダーとして今求められているリーダーとしてふさわしいかといえば、やっぱりこの精神の面、経験の面、危害からして玉川さんにはかなわないはずなんです。それから政界にはいろいろ優秀な方がいらっしゃいます。そういった人の中からも今回東京都のリーダーになろうと名乗り上げている方も出ているわけであります。しかしですね、今の政治家、非常に信用できない部分は何かといえば、本当にこの人は社会のために働いてくれるのか、社会よりも自分の利益の方が大事じゃないか、そうか思い見える人がとても大勢いらっしゃいます。特に国や国民眼中ない人って大勢いらっしゃいますよね。日の丸を大切にしない人、あれなぜなんですか。地獄に誇りを持てない人、あるいはあえて持とうとしない人、じゃあこの人は一体国をどう考えているのか、国民、住民をどう考えているのか。考えていないからそういうことを言うわけであります。この国はどうなってもいいんだ、それよりも外国人に参政権与えようよ、そういう政治家がいっぱいいらっしゃり、そしてそういう人たちが新たな東京都のリーダーになろうと名乗りを上げている。こういった人たちに防災都市づくりは任せられません。都民の命を預けることはできないんです。そのような時代で玉上敏夫さん以外に新しい東京の中心になる方いらっしゃらないと思います。それからもう一つ言わせていただきます。東京オリンピック、パラリンピック6年後控えております。これもですね、防災都市づくり、それと共通してるんですね。その準備というものは、オリンピックというものは間違いなく日本国に、この国内全体に誇りと活気をもたらすことになるでしょう。大変大事なありがたいイベントです。またこれは世界の国々に日本の素晴らしさをアピールし、日本の信頼を高めるとてもいいチャンスでもあります。ですから何としても成功させたい。しかし忘れてはならないのは、日本国内に世界に活気をもたらすオリンピックを開催するためには、まず被災地である東京が活気づいてなければならないわけであります。都民が一丸となって誇りあるオリンピックをやろうという気持ちになって初めて感動的なオリンピックが開催されるんです。そのためにはこの東京都に誇り、自信をもたらすリーダーは誰かというと、やはりいろいろな人が名乗りを上げてるけども、やはりこの顔を比較してください。玉上さん以外にいないではないですか。今何度も繰り返しますが、決して他の方の悪口を言うわけじゃないんですが、みんな日の丸が嫌いな人ばかりなんです。日本は侵略国だと言った人もいます。それから外国人に選挙権を与えようという人もいます。それから先ほどお話がありましたように、東京オリンピックやめようと言った人もいるわけなんです。どこの職場にもいるんですよね。みんなでこれからいいことやるぞ、まとまってやるぞという時、やりたくない、そういう人いるんですね。これからみんな活気づけようという時、逆のことをやろうとする人がいるんですね。心が歪んでいるというんでしょうか。何かこのどうしても元気のない方向に持っていこうという人は、どこの職場でもどこの学校でもいらっしゃいますが、まさにあの人はその類ではないでしょうか。この一室にはもともと信念はありません。脱原発のアピールの場として、アピールのためにそういうアピールをオリンピックへ返事をしようと言ったんでしょう。今回の新しいリーダー作りのこの選挙も、脱原発の宣伝の場として利用したいんじゃないでしょうか。しかしそんな遊びをしている三笘は東京都にはもうないんです。こうした信念のない人ですから、今回オリンピックは返上せよというあれを市長もコロッと変えました。
信念がない人に都民の生命と財産を、この安全を守ってくれるとは到底思いません。子どもたちや孫や家族や友人みんなの生命と財産守ってくれる人をリーダーとしてお迎えしたいと思うし、そのように東京都の全都民にそのように訴えたいと思います。どうもありがとうございました。今日ですね、ここで予定をしてたんですが、玉上さんが急遽石原都知事と会談をするということで、失礼のをお許しいただきたいと思います。ということで、私が喋って、まあ、皆様お待ちかねのですね、秘書の佐波さんに最後締めてもらいまして、6時までだった予定ですが、ちょっと早めに切り上げさせていただきます。でもう散々言い尽くされたことですから、もう私これ以上は申しません。しかし人間玉神を見ていただきたいんです。いろんなところでですね、あんな右翼の親父で大丈夫かとかなんとか必ず言う人がいるんです。その人たちには私は玉神さんをぜひ玉神さんの話を聞いてやってくれ、自分の目で見てくれというふうに申し上げます。自衛官というのはある意味誰よりも平和を愛してる人なんですよ。というのは戦争になったら一般の人たちよりも一番自分が危ないわけですから、誰よりも平和を愛する守ろうという人です。ただそれが今までの平和屋さんと違うのは、平和平和と口先だけで相手が納得してくれはそんな楽なことないですよ。しかし現実にそうでない、平和を守るには、皆さんを守るには、お一人お一人の東京都民を守るには、やはり戦う姿勢を示さなくちゃいけない、自分のも命がけで頑張らなければいけないということで、玉神さんはずっと今まで航空自衛隊の第一線にいたわけです。玉神さんほど平和のありがたみを知ってる人はいないんです。玉神さんほど都民を守ろうと思ってる人はいないんです。玉神さんほど自分の体を張って、口先だけじゃなくて体を張って都民のお一人お一人を守ろうという人はいないんです。玉神さんをその戦争大好きなおじさんだなんていう人がいたら、本当に一人一人にその実態を訴えてください。自衛官、戦争になったら一番困るのは自衛官なんです。だからならないように命がけで平和を守ろうとしているのが、そしてそのトップが玉神さんです。この力を、この考えを、この経験を、このマネジメント能力を、この東京のために生かそうじゃないでしょうか。そしてそれが分かってるから、石原慎太郎さんも今日改めて今この瞬間も玉神さんと会談をして、来たるべき時に石原さんがどのくらいご協力をいただくか分かりませんが、石原慎太郎さんの全面的な支援を頂戴をして、玉神敏夫、皆さんお一人お一人の命を守る玉神敏夫、今であの自転車で通行している美しい女性の命を守るのも本当に玉神敏夫なんですということをぜひぜひご理解をいただきまして、これからどんどん増えてくるであろう玉神さんへのネガティブキャンペーンに対して、皆さん玉神は立派な人だ、本当に愛せる人間だと思うお一人お一人、皆さんどうか反応していただきたいと思います。一番平和を愛し、一番都民を守ってくれるのは玉神敏夫だということを最後にお訴えをさせていただきました。ありがとうございました。本日から始まりましたこちらの街頭演説会、そろそろ終わりを迎えようとしております。最後に私から今回決意をされた玉神敏夫さんについての応援のお話をさせていただきます。先ほど玉神さんがお話しされていましたインフラ設備、大変重要なことだと思っています。インフラ設備というと、なんだか無駄な大きな建物を建てて福祉などとは全く真逆のことをしているというように、今までこうそういったイメージが作られてしまっていた部分も、ありましたけれども、公共事業、今東京にとても大切なことだと思います。なぜなら多くの道路、そして建物、また歩道橋や踏切などさまざまな場所が老朽化していってしまっています。これを、メンテナンスすることが非常に大事なのではないでしょうか。それによって私たちはこれから起こるかもしれない事故も防げますし、また新しい雇用が生まれることで、先ほど永山さんもおっしゃった活気ある東京がまだ生まれていくのではないかと思っています。
そして現在今日本にはたくさんの方々の自衛官、そして予備自衛官の人たちが災害が起こった時にすぐに駆けつけられるように日々訓練を行っています。もし東京に大きな震災が起こった時にこのたくさんの自衛官、そして予備自衛官を指揮できるのは今までずっとプロとして航空幕僚長として勤務しておられた玉上俊夫さんしかいないと思っています。玉上俊夫さんの元で私たちはこの日々安心した生活をしていけたらと願っております。それでは本日5時から始まりましたこちらの赤坂日展に対しての街頭演説をこれにて終了させていただきます。お集まりいただきましてありがとうございます。